こんにちは、宮古寺です。それでは今回の問題です。さあ、掃除の知識を爆上げしていきましょう。こんな問題です。今塩水の容器があるんですね。まあとんがりコーンだと思ってもらってね。そのとんがりコーンに最初水がこう高さが3センチ入ってるわけです。深さが3センチですね。そこにまだ水をボボボボボッと加えてって6センチの深さになるまで水を加えましたよと。じゃあこの加えた水の量っていうのは最初のこの水の量の何倍ですかっていう問題ですね。でこの問題は答えだけで OK と書いているのでちゃちゃっと解いていきましょう。ではまず思わないといけないのが、この青い塩水とこの緑全体の塩水っていうのは掃除ですよね。掃除といえば、例えばこんな三角と三角が掃除ですよと。掃除比が A 対 B の時、面積比っていうのは2乗対2乗になるんですね。で、この塩水とこの塩水が掃除の時、掃除比が A 対 B の時、体積比というのは3乗対3乗になりますよっていうのがまず知識として大切です。ではこれを使ってやっていきましょう。 D は、この青い立体の体積を V1 としましょうか。でこの緑全体の体積を V2 としましょうか。これ全部ですよ。全部で V2 では青と緑は相似じゃないですか。でその相似比ってどうなるんですかっていうと、相似比はこの高さの比率がそのまま相似比なので3対6になりますね。青対緑は3対6です。でこれ比率なので両方3で割ってあげていいので1対2になりますね。これが相似比なわけです。では体積比ってどうなるんですかというと、体積比は1の3乗対2の3乗になりますね。これが体積比なわけです。つまり1対8になるわけです。はい。ではこの1対8っていうのは何と何のことを言ってるんですかというと、この青い立体の体積 V1 っていうのと緑の体積 V2 っていうのが1対8っていうことですよね。ということで今分かったことは、 V1 対 V2 が1対8だぜっていうことが分かったわけです。青い立体の体積 V1 と緑の立体の体積 V2 ですね。では比率なので相当内々をかけてあげて、1×V2 つまり V2 ですね、イクオール 8V1 になってるわけです。ということでこの緑の体積はこの青い体積の8倍だぜって言ってるわけです。ということは加えたこの水の量っていうのはどうなるんですかっていうと、加えた水の量っていうのは 8V1 っていうものから、もともとある V1 っていうのを引けばいいですね。緑全体の体積からこの青い体積を引いてあげて 7V1 になりますね。ではもともとあった体積っていうのは V1 なんだから、加えた体積っていうのは 7V1 になって7倍ということが分かりますね。ということで加えた水の体積は最初の水の体積の7倍になります。答えは7倍ですね。で、数学検定の答案にはこの7倍っていうのだけ書いてあげるともう OK ですよということです。ちなみにこの相似っていうのは皆さんよく使っててですね、携帯のニョニョってやつですね、こうミョーンと拡大したりするじゃないですか。あれ相似なわけですよ。なので友達の顔がちっちゃいなと思ってこうミョーンと拡大するでしょ。あれを例えば3倍にミョーンと拡大したとしたら、友達の顔の面積っていうのは3の2乗倍されて9倍になるわけです。こいつですね、これは友達の顔だと思ってこの友達の顔をミョーンと3倍したとすると、ここは3倍になるわけですが、例えばこのラインだけは3倍になるわけですが、面積だけで言うと3の2乗倍になるので9倍になるわけです。友達の顔の面積9倍ですよ。えぐいですよね。で将来的に携帯電話が立体になることもあるかもしれないじゃないですか。なんかこうワンってやったら立体がワンってこうでっかくなるみたいな。友達のこうちっちゃい顔がこう立体的にあるのをなんかこうワンってやると
顔がウワンってなるとしたら、例えばこう3倍したら3の3乗倍になるわけですよ。体積は27倍になるわけですよ。えぐいですよね。3倍にするだけ体積は27倍になるわけです。はい、ということをね考えてるわけですよ。まあそんなイメージで、面積比と体積を、捉えるといいんじゃないですかね。まあこれからはね携帯電話でこう友達の顔を3倍とかしたら、ああ面積は9倍になりましたねっていうことを、友達同士で話すと盛り上がるんじゃないでしょうか。盛り上がらないですね。はい、合格できる。